はいみさんこんにちは玉木雄一郎ですいつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございますえさて能登半島地震のことについて今日は取り上げたいと思うんですがとりわけシカ原発について今日は取り上げます玉木チャンネルシカ原発があるんですけれどもシカ町っていうところにあるんですがそこに入ってまいりましたというのは皆さんも 1>, えー、1月1日から数日間ですね私のツイッター x も見た方もいると思いますがやっぱり原発に関しては災害が起こった時にいろいろ事実に基づかない、えー、センセーショナルな情報も飛び交ってですね、えー、原発大丈夫なのかとで私はそれに対して北陸電力から発信された情報や現場から聞いた情報をどんどん発信して正確な情報を伝えつつですねやはり安心ですよと。 安全性に問題がないということを発信したんですが、まあ、そういうことに対してやっぱ反原発の方からはですね、まあ、かなり厳しいご批判、まあ、時に誹謗中傷のようなものをいただきましたで少しまあ落ち着いた中で改めて四日原発に入ってきて実際当時どうだったのか、まあ、そういったこともですねお話を伺ってきましたあの発災した時にですねやっぱり何かあったらすぐみんな参集するというルールになっているのでそこにもう本当に えー、2週間ぐらい寝泊まりして帰らずにですね対応した方もいるんですねでこれちなみに改めて言っておきますけれどもこの四日原発は今動いていてません、えー、長期に運転停止の状態になってますけれども、まあ、使用済み核燃料とかが、まあ、プールに貯蔵されたりしておりますし、えー、いろんな意味でですね動いてなかったとしてもメンテナンスをしなきゃいけないということで、まあ、現場では非常にですね多くの方が携わって今なおですね えいろんなことを取り組んでいるということはまずお伝えしたいというふうに思います。そこで、まあ、原発に関して、まあ、いくつかあのいろんなあのまああのフェイクニュースとは言いませんけれども、正しくない情報が結構出たうちの一つはですね、津波がですね、実は3メートル来てたとそれを隠していたんじゃないかということがあのありましたけれども。 あのまあ、取水口のところで少し水位の上昇が確かに3メートル確認できたんですがこれそもそもですね言ってよく分かったのはこの四日原発はあの海抜1 1ルのところにあってでその1 1ルのところに4メートルの膨張点がありますからこれを津波が乗り越えようとしたら1 5ル以上の津波が来ないと乗り越えられないので、まあ、3メートルの津波はじ実際あったと思いますけれどもただ全く問題がないと。 いうのは現地に行ってて改めてよく分かりましたねそしてやっぱり最大の課題っていうか、ね、問題はですねあのまああれだけのですね、えー、大地震で特に能登半島の北の方の、ね、断層が動いたとそしてあの皆さん見たと思いますが海面が隆起してですね、えー、今まで海だったところがもう地上になってるぐらいこう激しく動いたのでこの志賀原発の中にある その断層、まあ断層はまああちらこちらに走ってるんですけれども、その断層がやっぱ動いたんじゃないのかと。いうことはですね、実は大きなまあ懸念材料の一つですし、私も心配してました。で今回行って一番確認したかったのはそこだったんですけれども。あの結論から言うと、敷地内の断層は動いていません。で実は去年ですね、原子力規制委員会が。 国の機関ですねこれが去年の3月にいろんな議論がありましたけれども四日原発内の敷地内の断層については活断層ではないという結論を出していますでこれ活断層という、まあ、最近こういう言葉を使わないようなところも出てきているんですがあのじゃその要は最近ですね要はそのアクティブな断層なのかもう,なもうすごい昔に動いたけれどもずっとですね 長い間で動いてないのかということがポイントなんですが一つ基準はですね、まあ、123万年前以降以降ってこっち側ですよねから今日に至るまでの活動があるのはやっぱり最近動いた断層ということ最近っていっても123万年前なんで、まあ、我々の人類のね人間の生き死にからするともう悠久の歴史なんですけどもそれでもまあ123万年前以降の活動が確認 できるかどうかということなんですが、確認できないということになりました。で、この敷地内確かに例えばいくつか断層走ってますけれども、S1 断層というのはですね、まさにこの敷地の中一号機の下を横切るように走っているんですけれども、これはですね、十二三万年前以降ではなくて約六百万年前と、だからもう桁が違いますよね。桁が違ってそれぐらい古いので、えー、去年の三月の時点で。 もうその動くような断層ではございませんということは結論付けてられていたんですが今回あれだけ大きな地震が起こったのでそうは言っても本当にこの活断層ではないと言い切れるのかいやあその時にそう結論付けた結論は正しかったのかということがやっぱり疑われるわけです。そこここででで私は行っっっててててきすすすねねれは地下走ってますがあの去年チェックしたこともあってです、ねうん 駐車場南側ののり目のところにそれが残ってましたんでそこでバスで連れて行ってもらって確認しましたけれどもあの結論から言うと動いておりませんでしたでこのようにですね長い断層があって一部表面に出てるのでそれを見るとですねどういう形になってるかっていうと安山岩と安山岩がこうかつて昔多分ねこうずれたんですよね。でずれた上にこう長い年月を経てこう堆積層ができてきて堆積して乗っていくんで。 こういういうにですね確かに斜めにこう境目がここは断層だ断層面って見えましたけどその上にこう堆積していてで仮にですね今回この断層がもう一回ですねギュッと動いたとしたらこの上に乗ってるやつも動きますよねだからこういうところにこ,うこの上の堆積物もこうずれてるあのはずなんですけどここがこことここの関係ここの関係全くずれてませんでした。 だからその意味ではですねまあ逆に言うとあれだけ強い地震があったんですけどもその敷地内の断層については去年原子力規制委員会が結論付けたようにもう生きた活断層ではないというのはまあある意味正しかったということですただですね変圧器が壊れて油が漏れたとでそれで油の匂いがしたので、ね、スプリンクラム自動的に作動したので火災だということで まあ国にそして官房長官にも伝わって火災発生というふうに、えー、情報発信してしまったことについては私はやっぱり問題があったと思いますので、まあ、その辺のこう危機が発生した時の情報確認のあり方ですね、まあ、それはやっぱり見直していく必要があるのかなと思いましたでもう一つあの印象的だったのはですねやっぱりあの核を扱ってますからセキュリティが極めて厳重だったということですね。 で私はま福島第一原発も何度も行きましたし、えー、原発にも入ったことがありますがあのこの歯科原発はですねあの、まあ、もちろんいろんなことでこう免許証出してとかいろいろやるんですがこの人間の交際目のですねこの中の交際とあと指紋ですかねあれ静脈かいわゆる生体認証をあの取り入れていてですねそれをちゃんと記録に取って。 で、それがちゃんと確認しないと入れないということで、まあ、要は、その ID カードだけを偽造したりとかですね、そういうことでは、あの、中に侵入できない仕組みになっていたので、この生体認証における、よる、あの、セキュリティの強化っていうのはですね、地下原発に限らず、あの、他の原発や重要施設にも入れるべきだな、ということを思いましたので、まあ、こういった知見は、やっぱ共有してですね、やっていくべきだな、というふうに思いました。 今回はいろいろと話題にもなりました四日原発に入りましてその断層が動いたのかどうなのか動いていなかったということを確認をしましたのでこの点は皆さんに正確にご報告をさせていただきたいと思いますはい以上今日はですね能登半島地震に関連する情報をお伝えさせていただきましたそれでは玉木チャンネル登録お願いします。